やあ、ソラ。おう、デール。どうしたんだ？マーリン様から空に伝言だよ。チップ、つながったよ。おーい、チップ。やあ、ソラ。やあ、チップ。マーリン様からの伝言って？何か本のことで話があるんだって。お茶を飲みながら待ってるって言ってたよ。どこで待ってるんだろう。あれ、そういえば場所のこと言ってなかったね。連絡する前にどこかへ行っちゃった。マーリン様気まぐれだから。ともかく伝えたからね。じゃあ、お茶飲んで待ってるってどこだよ。ねえ、あそこじゃないかな。僕たち最近素敵なレストランを知ったよね。ああ、あそこか。ギタリシェフのお店。マーリン様に会いにトワイライトタウンへ行ってみよう。ドナルド？グーフィー？なんでモンスターになってるんだよ。そうだって。二人とも怖いよ。この姿がこの世界の秩序ってことか。そうそう、そのやっとは会ってきたね。でもやっぱり二人怖いな。離れて歩いてほしいな。お互い様だよ。いや、でも慣れると二人とも面白く見えてきたよ。どういう世界なんだよここ。空って意外と怖がりだね。真心込めて脅かします。どういう音？悪者の会社かな。この姿もそうだし、この世界は怪しいな。とりあえず確かめてみよう。危ない。あいつらは一体誰だ。うわ、まずいよサーリー、こんなとこ見られたら。別に隠すことじゃないだろう。お前は社長なんだ、示しがつかないだろう。いや、だからこれは違うんだ。そうだ、人間の子供を見つけたんだ。 CDI に連絡しなきゃ。確かそう、コード835だ。お前たちがその子を脅かしてるのか。そう、いや違う、もう脅かしてもいないし、悲鳴も集めてないよ。マイク、落ち着けって。そらも落ち着いて。あの子笑ってるよ。こんにちは、俺はソラだよ。ブー。
そうか、ブーか。こんにちは、ブー。お、君は人間を見ても平気なんだね。マイクはザースキー。違うよ、ブー。俺がマイクだよ。マイクはザースキー。確かに似てるかもな、ギョロメちゃんなところとか。違うよ、ザーはギョロメ。マイクはザースキー。グフィーだよ。俺はサリーで、こいつは知ってるって、マイク・ワゾースキーだろ。ん？どうしたんだい、ブー。なに？ホントレッシュ。違う、あれはハートレスのエンブレムじゃない。じゃあ、じゃあ、なんだかずいぶん昔に見た気もするな。ともかく味方じゃない。ちょっとだけここに隠れてて。お友達ってわけじゃなさそうだし、なんだか厄介なことになってきたな。ともかくブーを守らないと。わかった。へい、サリー、最近体がなまってるんじゃないか。まだまだマイクには負けないさ。にゃんにゃん。ん？あ、今のやつらのこと知ってるのか。ん？ああ、ハートレスじゃないんだよな。なんだっけな、王様が前に話してた負の感情がなんとか。アンバース。そうだ、それだよ。アンバース。昔王様と消えた3人のキーブレード使いたちが戦っていた魔物だよ。消えた3人のキーブレード使い、今探してる人たちだよな。そうだよ、そうだよ、ギャロリーになる3人なんだ。おい、でもどうしてあんな昔の魔物が。悲鳴が集めてる穴だよ。だからもう集めてないって。それより君たちの話はさっぱり意味がわからないんだけど。まず王様っていうのは、俺たち、よそからあの悪さをする奴らを駆除しに来たんだ。害虫駆除的な。よそから？どこ？とっても遠くだよ。まあ、君たちのことはいいとして、さっきの魔物は危険なの？とっても。ブーも怯えてたしな。サリー、残念だけど、ブーと遊ぶのはまた今度にしよう。そうだな、マイク。まずはブーを返そう。うん。その子をどうするの？ブーは俺たちと深い縁があって、別の世界から来てたんだけど、そんな危険な状況なら家に帰さないと。わかった、それなら手伝うよ。え、またアンバースが出てくるかもしれないから、俺たちも一緒に行くよ。そうか、駆除専門の君たちが一緒なら心強い。ありがとう。ん？お、放っておけないだろ。それにアンバースがどうして現れたのか調べないと。